三浦監督は変えましたし、はい、まあ、いろんな意味でこのチーム状況の底上げということもあるし、大分野村のキックオフで始まっています。ワイド小川圭次郎、中に藤田入っていますが、藤本のヘッドふわりと浮いている、そのまま入りました。かつて在籍した藤本、先制点を挙げました。こういうところからね、藤本がね、遠いところに逃げてディフェンスとディフェンスの空間に入ってきましたね。そしてヘディングの技術、この高さはある程度意図したものをではない部分もあるとは思いますけれども、しっかりとゴールの枠に捉えて、ムンキョンゴンが触れないところにフィードしたというところ、さすがストライカーとして素晴らしい一連のプレーだったと思います。このギリギリですもんね。これをどれだけ大分ができるかというのも鍵になると思いますね。今田中達也が前に出ています。さらに知念が行く、吉丸キャッチ、吉丸ワンタッチで渡りから小出、折り返す、どうだ、知念、吉丸、さらに野村、そして菊池が吠えました。前線に選手を厚くした大分、さあここで取り切るか、渡りのヘッドだ、吉丸グッドセーブ。叩きつけれなかった分だけ吉丸がしっかりとボールから目を切らさずに対応できたシーン。知念だ、ヘッド、吉丸、野村、最後吉丸抑えました。このディフェンスですね、知念のヘッドから野村、そうですね、頭一つ抜けれていましたよね、はい、岩田に対してはしっかり田中純也がディフェンスについています。ただ岩田から前に出た、岩田クロスだ、高澤だ、J3 から這い上がった男、高澤です。見事に同点ゴールを決めました。この右サイド3対3の状況から一つ外に出して4人目が絡んできて、このスルーでしたよね。ここからブレイクラインで最終的には高澤のプレッシャーもありましたけれども、酒井豪徳がなかなか弾き返せなかった、オンゴールになったという。あーここで長いホイッスルです。土壇場追いついたのは大分、1対1、勝ち点1を大分に持ち帰ります。